皆さんこんにちは。使用書士の講師のうんのです。今日は皆さんにですね、直前期の講座として直前卓一過去問絞り込み講座というですね講座についてご紹介をしていこうと思います。 この直前卓一加工も絞り込み講座、えー、絞り込み講座と呼ばれたり直託と呼ばれたり非常に多くの受験生の方に受講していただきましたもう初めて何年経ちますかね、えー、少なくとも10年以上続けていると思いますこの講座あ,あまり何をやるのかよくわからないというご声をですねいただきますので今日は一体どういう講座なのかというのをお話ししていこうと思うんです 直前期の3ヶ月の勉強の王道は、えー、絞り込んだ過去問をぐるぐるる回すで絞り込んだというのは例えば平成以降全部だとか昭和も含めた全部などというような大女帯の、えー、多くの問題を、えー、回すのではなくてちょうどお短ければ2週間ぐらいで回せるぐらいの、まあ、目安としては10年分でしょうか10年分ぐらいの問題を回していくというのが多くの講師が言う王道の勉強方法です。 じゃあその時にえ十年分の問題に絞っちゃって本当にいいのっていうことになるんですね。例えば十年サイクル十年以内のサイクルで出てくるような論点については当然十年分を広げることによって含まれてきますけれども、十五年サイクルまたは二十年サイクル去年受けた方なんていうのは刑法で出た実習のところなど昭和六十二年で次平成二十平成三十年か平成三十年なんていう論点もあったわけです。 そうしますと直前10年分だけを切り取ってしまうと論点落ちが起きてしまうという心配があります。そこで絞り込んだ問題をぐるぐる回すというですね時にその題材として使う過去問の選び方というのがこれ非常に重要になってくるんです。そこでこの講座ではそこに着目をしまして私の方でこの問題を回しましょうというものをピックアップいたしました。 でどういうふうにピックアップをしていったかといいますとちょっと今プレゼンターに移しているんですけれども「絞り込み過去問一覧表」なんていうふうに書かれてますが例えばこの自然人意思表示代理などというこの一番左側のこの項目は合格ゾーンの1 a の1とか1 a 2とかいう項目番号となります。でこの項目ごとに、 何回ももちろん出題がされてるわけですがその項目ごとに最低1問で問題数が多いものであればあ、えー、問題数をそれに応じて、えー、複数問この問題が一番、えー、いいだろう。ね例例ええばばですよ例えばこの そうですねえ無権代理と表権代理なんていうのは毎年のように出てくるような問題です。の中でもこの無権代理と表権代理については14年の2問目と20問目の6問目と23の6と15の6これがベストな問題だ。 というように何度も何度も出てる論点については、えー、場合によってはその昭和の年代の方が平成以降の問題よりも優秀だったりするということは、えー、珍しくありません例えばですねこれ債権の方の部分についての一覧表なんですけれども、えー、債権の中でも例えば契約の効力なんていうのは平成8年の問題が非常に秀逸だからこれはぜひやってほしい 保障については7年の6の問題が非常に、ね、優秀だからやってほしい総裁に至っては63年昭和の年代の方がすごく問題としてよくできているのでこれをやってほしいといった具合にその論点の中で一番これを抜かしてほしくないという問題を私の方でピックアップしていったと。 題材はもちろん合格ゾーンなので皆さん持ってらっしゃると思うんですがもう一度編集してし,してて冊子化いきますで、えー、民法だったら一冊不動産東京も一冊といった具合に、えー、合格ゾーンを自分でこうピックアップしてくるのではなくて、えー、もうこちらの方で B5 サイズに編集し直しましてこの一冊の学問を民法だったらやっていけばそれで十分だよというものに、えー、作り直したんですでそれを皆さんに差し上げます。 で、えー、直前3ヶ月間の過去問学習はもうこの問題をやっていただければいいというようなですねそういった問題集をまず作ったのがだまず第一点そして、えー、講義についてはですねどういうふうに進めていくかというとその問題をただひたすら解説するということはいたしません。問題を絞り込んだからこそそですね、えー、その 問問問を2問3問に広げてていいっほしいというふうなこちら側から皆さんへのメッセージというものが伝わるようにですね例えばある一問をピックアップしてこの一問を合格者だったらここまで目を通していくよとか。 この1問をやっていくときにこの1問で終わらせないためにこの足からここまで連想してねというようなことや、えー、横断整理をしていくというようなですねお内容になっていますですから1問を1問で終わらせずに2問3問分の論点を1問でもって吸収していっていただけるようなそういったようなですねプラスアルファの講義というものを展開していくというふうにお考えください講義は全部で10回ございます そしてこの講座の最大の特徴は皆さんにこの直前3ヶ月の過去問を差し上げるのみならずそれをどのようにいつまでにやりきり何回回すのかということをそこも講義の中でご紹介していくというですね、やり方をしていこうと思うんですこれ去年のものですから今年のアドバイスでは使いませんあくまで去年のものを参考までにお見せするだけですが例えばこの4月頭から まず4週間で1回回しましょうとかあ違うんだ4週間じゃない、えー、そうかいいのか4週間で1回回しましょう次に4月の29日から5月20日のここは全国公開模擬試験になるんですが全国公開模擬試験までの3週間で次に2週回しましょうで、えー、次今度6月3日までにまた2週間で1回回しましょうみたいに432といった具合にこうどん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 回すサイクルを短くしていくと。 でまたはあの初級生などには最初は6週間プランでこうじっくりと1回回していくで次は3週間で回して次は2週間といったぐらいのえプランもあると思います。でこういいいった形ででつまでに1回終わらせていくののが理想なのかということをまずは、えー、初級生や中上級生、ね、いずれのパターン えー、もご紹介をした上でこれだけではなくてこれだけだったら単なるスケジュールをご紹介するだけですから実際に、えー、じゃあある日のとある日の、えー、勉強というのはどんな感じになっていくのか。 つまり11科目ありますから11科目をこの例えば4週間で回すって言ってもですねこの4週間でじゃあ11科目をある1日はどんな感じで例えば民法何問不当法何問会社消灯何問マイナーは1日何問やっていけばこの4週間の4週間で回っていくのかというようなことをですねある1日のプランみたいな形で 実際にこういう風にですねスケジュールを立てていけば4週間で回るよ3週間で回るよというようなことも具体的にアドバイスしていきますでそのやり方でもう3ヶ月の勉強方法がこの絞り込み講座の1回目の講義のところでもフィックスするというイメージなんですですから1回目の講義を聞いていただいて3ヶ月のプランがもうそこで決まりますそうしたらもうあとはそのプラン通りにやっていけばいいでこの1回目につきましてはあの無料公開無料 受講体験、えー、していただくことができますので、ぜひですね、あの直前期の勉強方法がまだ決まってない方には、3月18日生では渋谷駅前本校で、そしてあの同時配信で、えー、他の本校にも実施していきますので、ぜひ、えー、直前期の勉強方法に悩んでいらっしゃる方は少なくとも一回は無料体験していただきたいなと思っております。そしてその上でですね、この講座を取ろうとね、えー、いうことを決めたのであれば、3ヶ月の勉強方法をしっかり伝授いたしますので、そこに。 乗っ取ってそしてあの私がセレクトしたこの絞り込みの問題集を信じてですね、えー、それをぐる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 回していくそういったやり方で合格を勝ち取っていただきたいと思います、えー、昨年の一発合格の方にもですね利用していただきました、えー、1回目の受験の方はもちろん、えー、2回目3回目、えー、ベテランの方にもおすすめですぜひ、えー、直前卓越学問絞り込み講座ね興味がある方は第1回目の無料体験にいらしていただきたいと思います 本日はこの直前卓一加工も絞り込み講座についてご紹介をしました当日三月十八日皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりますそれではご清聴どうもありがとうございました